外国人が驚愕した日本人の行動を知っていますか？日本人の行動には、外国人から驚きや関心を向けられることは多くあるよな。日本人は変人だとでも言いたいわけ？いや、いい意味で特殊な国なんだ。なぜなら、日本のおもてなし文化などの価値観が特異的だからなんだぜ。というわけで今回は、外国人が驚愕する日本人の行動を6つ紹介するぜ。視聴者の皆様も、気になる日本人の行動や動画の感想をコメントに書いてくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目は7分間だぜ。7分間ってそこまで限定的な日本人の行動はないわよ。いや、外国人から尊敬の眼差しを向けられる7分間の行動が存在するんだ。それは、新幹線清掃の仕事ぶりのことだぜ。7分間って新幹線清掃のことだったの、素晴らしいわよね。なんだ、さすがの霊夢でも新幹線清掃のことは知ってたか。そりゃ、知っているわよ。国内外で有名な話でしょ。じゃあ、最初に日本の新幹線清掃を解説するぜ。日本は世界的に新幹線として知られる高速鉄道の発祥地であり、新幹線はその速さだけでなく、清潔さでも高く評価されているんだ。そんな新幹線の清潔さを保っているのは、JR 東日本の子会社である、JR 東日本テクノハート鉄製、通称鉄製だぜ。新幹線清掃を専門とする会社があるのは知らなかったわね。今の新幹線清掃の形があるのは、鉄製のおかげなんだ。新幹線清掃のスタッフは、まず、1チーム22人が、5、6人ほどのグループに分かれてホームに1列に整列する。東京駅などのホームで新幹線が来る3分前には、その光景を見ることができるぞ。ホームに列車が入ってくると、彼らは深々とお辞儀して出迎え、お客様へと挨拶するぜ。降車時にはお客様のゴミも受け取り、降車後は1人1両という分担で掃除を開始するんだ。持ち時間は7分間だけ。本当に、たった7分間で清掃を完璧にできるのかしら?7分間で完璧な清掃をこなすためにもスタッフの行動は、効率と丁寧さを徹底して追求した工程となっているぜ。約25メートルの車両を端から端まで物入れ、座席下もチェックしてゴミを集め、座席の向きを進行方向へと正していく。次に100のテーブルを拭き、窓のブラインドも戻しつつ窓枠も拭き、座席カバーの点検も済ませ、最後には通路の掃き掃除を端から端まで行い、座席カバーの交換を行うんだ。複数の清掃工程を一人で行うのね。しかも、7分間で。そういうことだぜ。この間、チームのリーダーは車両一つ一つを最終点検し、フォローも行う。トイレと化粧台は、担当スタッフが徹底して清掃を行っているんだぜ。7分間という驚異的なスピードで清掃を終了したスタッフたちは、再度ホームに整列すると、お客様の方へ一礼して退場していくんだ。まるで舞台が終わった後のようだわ。まさに、外国人の観光客の方々は、彼らの様子を新幹線劇場と言っているそうなんだぜ。颯爽と現れ、綺麗に清掃し、一礼して去っていく姿は素敵だよな。このような彼らの活躍によって、新幹線の清潔さは保たれている。そして、その働きぶりが日本人の仕事への誇りや丁寧さをも表してくれているわけだぜ。じゃあ、新幹線清掃を見た外国の方々の声も聞いてみたいわね。では、新幹線清掃への外国人からの反応を一部抜粋して紹介するぞ。日本人は世界一礼儀正しく清潔なだけじゃなくて、効率的なんだ。こちらはアメリカからのコメントで、清潔さや礼儀だけじゃない日本人の効率の良さに驚いている様子だな。丁寧な仕事と効率を日本人は追い求めるわよね。なんて謙虚な人たちなんだ。日本人の仕事の姿勢に謙虚さを感じてくれた、オーストラリアの方からのコメントだったぜ。日本人の謙虚さや誇りが伝わっているのは、嬉しいわ。最大限の敬意を送りたい。文化的に洗練された姿だ。こちらは清掃の姿に敬意を持ってくれた、カナダの方からのコメントだったな。今後も敬意を持ってもらえる日本人として精進していきたいわね。というように、日本の新幹線清掃は、海外から大変驚かれ、その働きぶりは学ぶに値すると高評価を得ている。日本国内では小学校の教材の一つになったり、また、海外からはドイツ国営テレビが取材に訪れ、アメリカからは運輸長官が視察に訪れているんだぜ。しかも、アメリカのハーバード大学経営大学院では、経営学修士の1年生の必修科目に、鉄製の事例が採用されているのだから、驚きだ。それほど、新幹線清掃の環境は特殊なものなのね。そうだ。新幹線清掃という仕事は、内容としては清掃という誰でもできそうなものだ。しかし、それは最先端技術の新幹線というサービスを支える仕事でもある。新幹線清掃スタッフは、清掃という役割だけでなく、利用者に対する気配りや礼儀正しい態度をも徹底し、おもてなし文化を体現していると言えるぜ。
その仕事の素晴らしさから新幹線清掃スタッフは、国内外からの尊敬を集め、今では新幹線清掃という仕事自体がスタッフにとって誇りにもなっているんだ。実際、追求された仕事は、洗礼され、専門的になるわ。だからこそ、国内外から評価され、驚かれるものになったわけだぜ。今後も日本の新幹線のサービスを支え続けていってほしいわね。二つ目は掃除だぜ。掃除は日々の生活でも、当たり前のようにすることでしょ。確かにそうだが、日本人の持つ清潔に対する価値観は、外国人からすれば、驚きの行動に他ならないんだぜ。それが如実に現れたのは、FIFA ワールドカップ、カタール大会で注目された日本人サポーターたちのゴミ拾いだった。え、でも、使用した場所をきれいに戻すのは当たり前でしょ。まさに霊夢が今言った、その当たり前が日本人の価値観だぜ。ひとまず、日本人のゴミ拾いが注目された FIFA ワールドカップ、カタール大会の出来事を紹介するぞ。早速、よろしく頼むわよ。FIFA ワールドカップ、カタール大会は、2022年11月20日から、12月18日までカタールで行われた、22回目のサッカーの世界選手権大会だ。日本人サポーターは、試合を観戦し終えた前後に、必ず観戦席のゴミ拾いを行っていたそうなんだぜ。その光景は、様々な国のニュースなどで取り上げられた。自分たちの試合でもないのに日本人サポーターは、スタンドのゴミを拾い集めて歩いていたんだと、バーレーンの YouTuber は、SNS で様子を伝えていたぞ。そこまで好奇の目で見られるようなことなのね。このように言われる日本人サポーターも逆に驚いてそうだぜ。そして、ゴミを拾う理由を問われた日本人サポーターは、日本人にとってこのような行動は、当たり前です。私たちはスタジアムと開催国に敬意を表していますと答えている。日本人のゴミ拾い行動は、今では海外でも有名な話であり、それが見られるスポーツ等の大会ではよく話題になるんだ。でも、なぜ日本人にとって、掃除は当たり前なのかしら？日本人は幼少期、特に小学校から高校まで、掃除は自分たちですること柄として生活するだろ。自分たちが使った場所は、自分たちで掃除する、という考え方を教育の一環として学ぶわけだぜ。また、立つ鳥跡を濁さずということわざがあるように、日本には乱れを整えることに重きを置いた価値観がある。綺麗に保つことを美徳とし、そこに敬意を感じるんだな。確かに、子供の頃から掃除と礼儀は繋がっているわ。かつ、日本では個人の行動を団体の責任として、受け取る価値観が強いのも影響していると考えられるぜ。例えば、学校や会社などの一員として、個人の行動に責任を持つようにするという価値観だな。このような日本人の礼儀を重んじる文化、教育が、海外からの驚きを呼んでいると考えられるぜ。実際、海外からはどのように思われているのかしら？じゃあ、ネット上の海外からの反応を、抜粋して紹介しよう。日本サポーターの行動は、称賛に値するわ。他国を尊重する行動が素晴らしい。日本人の清掃掃除の行動は、新しい話ではないけど、もっと他国で取り上げるべき文化だと思うよ。とても素晴らしい行動だと思われているわね。だな。日本人サポーターの清掃活動への海外の反応は、どれも非常に好意的という感じなんだぜ。このような日本人の行動は、ワールドカップロシア大会でも見られたけど、継続して変わらないのも素晴らしい。確かに、日本人としても継続されてることは嬉しいわね。このように日本人の清掃の行動は、日本を世界で尊敬される国として位置づけているわけだな。日本人の礼儀正しさや掃除への価値観、文化は、他国や他者への尊重を表している。清掃活動や環境、他国への配慮は、他者との共生を示すものであり、国際社会で高く評価される行動と受け取れるんだぜ。日本人の礼儀を重んじた価値観は、今後も大切にしたいわ。三つ目は地震だぜ。地震といえば、地震大国の日本と確かに言われてるわ。そうだ。だから、地震時の日本人の行動は注目される。被災時の日本人の避難行動や対応はよく話題になるな。だが、今回、外国人から注目が集まっているのは、日本の国際緊急援助隊の活動に対してなんだぜ。国際緊急援助隊というのは、どのような部隊なのかしら？国際緊急援助隊とは、日本が国際的な人道支援活動に参加するため、設立された組織だ。略称は、JDR と言われるぞ。この組織は、迅速かつ効果的な支援を提供するために、医療、救助、専門家、自衛隊からなるチームを編成し、要請に応じて緊急時の他国へ派遣するんだ。災害救助のプロフェッショナルということね。その通りだぜ。そして、JDR の発足のきっかけは、1970年代末に大勢のカンボジア難民が出たことだった。内戦で出た大勢の難民への援助が必要とされたんだな。アメリカやヨーロッパから迅速に援助チームが派遣されたが、当時の日本にそのような仕組みはなかったんだぜ。
その影響で日本が援助隊を派遣できたのは1980年だった。この経験を踏まえ、日本は1982年に JDR の前身となる国際緊急医療チームを創設し、1985年には救助チーム、災害対策の専門家チームと JDR の体制は整えられたぜ。緊急時に必要な援助に徹底して特化した組織なのね。具体的には、どのような事態に派遣されたのかしら？1985年のメキシコ地震やコロンビア火山噴火では、医療チームだけでなく、救助チームと専門家チームも派遣され、総合的な援助の必要性が強く認識されたそうだぜ。この経験から JRD の体制整備は進み、1987年9月、国際緊急援助隊の派遣に関する法律が施行され、晴れて国際緊急援助隊が発足されたんだ。具体的な経験から発足されたことがわかるわ。発足から36年、JRD は、海外で起きた様々な災害の被災地から、援助要請を受けて派遣されてきた。2023年では、2月6日に発生したトルコ大地震がある。マグニチュード 7.8 の大地震で多くの建物がケーキのように潰れた。亡くなった人は、シリア、トルコを合わせ5万を超えたんだ。倒壊した建物に巻き込まれた人が多く、亡くなった人々の大半は、瓦礫の下という状態だったぜ。日本から JDR が派遣されたのは、言うまでもないわね。ああ、日本の JDR は、地震が発生後にすぐに出発し、翌日の2月7日に救助チームが到着するという速さだった。いや、それにしたってなんでそこまで早いの？翌日よ。JRD の救助チームは、都市型捜索救助の資格を持っていて、階級の中でも一番上のヘビーという階級を有しているんだぜ。機材だけでなく、指揮管理体制や捜索で高度な能力が必要で、倒壊箇所でも活動可能な技術が求められる。しかも24時間体制で10日間できるよう定められてるんだぜ。設備としては、救助だけでなく、物資の確保や手術のできる医療設備も、自ら賄える救助隊でなければいけない。だからこそ、トルコ地震では翌日には到着できたわけだぜ。さすが地震大国日本と言わざるを得ないわね。かつ、トルコは日本が東日本大震災に見舞われた際に、支援してくれた国の一つであり、日本も恩返しをしたかったんだぜ。また、このような JDR の支援は、トルコだけではない。過去には、メキシコや台湾での地震にも派遣されているぞ。日本の国際緊急援助隊に対して、海外の反応はどうなのかしら？ネット上の海外からの反応をいくつか抜粋して紹介するぜ。最初はトルコからのコメントだ。日本人が示す敬意に心から感動しました。本当にありがとう。いつか日本の人たちに恩返しをするために、日本に旅行に行けるといいなぁ。こういう声は、やっぱり嬉しいわ。日本人はすごい人たちだよ。彼らの優しさや敬意の念を尊敬してる。そういう面で日本は世界最高の国だと、これはフランスからのコメントだぜ。誇りを持ってしている活動には、尊敬が集まるのね。世界にはこんなに尊敬できる人たちがいるんだね。もっと日本人が好きになった。彼らに心からの敬意を表しますというのは、ドイツからのコメントだったな。このように言ってもらえる行動は、ずっと続けていきたいわ。というように、日本の国際緊急援助隊は世界に誇れる、素晴らしい活動をしている組織だということがわかったかな？とても素晴らしい話だったわよ。四つ目はゴミだぜ。ゴミって日本人の行動と関係ないじゃないの。いや、ある日本人とゴミはとても密接に関係があるんだ。なぜなら、ゴミを撒くことで砂漠の緑化を成功させた日本の大学教授が、実際に存在するんだからね。いきなり情報量が多すぎてよくわからないわよ。じゃあ、ちゃんと一つずつ丁寧に解説していくぜ。2011年、アフリカニジェールのサヘル地域で、ゴミを砂の上に撒き散らす日本人の男性がいたんだ。彼の名前は、大山修一さんといって京都大学の教授だった。ちなみに、アフリカニジェールのサヘル地域とは、アフリカの西側にある砂漠地帯のことだぞ。アフリカは砂漠地帯が多いのよね。ニジェールの砂漠地帯には、農耕民族と牧畜民族の二つの民族が昔から共存して暮らしていたんだ。しかし、砂漠化が進んだことで植物が少なくなり、牧畜民族の家畜が農耕民族の作物を荒らす事態に。それが火種になって紛争が激化している地域なんだぜ。砂漠化の話から、紛争まで進んじゃうなんて大変だわ。話は、最初の大学教授のゴミの話に戻るぞ。当初、大山教授のゴミを撒く活動は、ニジェール政府も他の研究者からも、好奇の目で見られていた可能性が高かったそうだぜ。しかし、大山教授は自らの研究の取り組みを信じ、砂漠にゴミを撒く作業を現地の人々と続けていき、3年後にはゴミを撒いた土地に樹木が生い茂ったんだ。すごいわね、もはや奇跡の領域だわ。いや、これは大山教授の実践的な研究の成果なんだぜ。
だって、確証もなく、大学で研究を続けることはできないだろ。確かにそうね。だけど、教授はなぜその研究をしようと思ったのかしら？大山教授が小学生だった1980年代に、サハラ砂漠南側のサヘル地域では、ひどい干ばつが起きていたんだな。当時、ニュースを見た大山少年は、将来はその砂漠を緑化したいと思い、その夢を叶えるために勉強したんだぜ。まず高山植物を学び、アフリカ研究のために京都大学へ、そして、南アフリカのザンビアで森林調査を行い、東京都立大学へ就職すると、初めてニジェールを訪れたそうだぞ。長い間、サヘルでの緑化のために研究し続けてきたのね。そうして、2011年には本格的な活動となったわけだな。テーマは、アフリカの人道危機を解決する実践平和学だ。大山教授によると、アフリカの砂漠化の原因は、アフリカの都市と農村の物質循環の停滞にあるのだそう。要するに都市に物が充満しゴミとなり、農村からは出ていくだけで砂以外何も残らない。その循環を正そうというのが、教授の研究のテーマなんだな。素晴らしい取り組みだし、結果が出てるのもすごいわ。現在、ニジェールでは大山教授の研究が成果となり、緑化プロジェクトとして当たり前のことのように進んでいる。ゴミ処理という雇用を生み出し、ゴミ問題の対策になり、緑化も進むという物質循環が整ってきたんだな。緑化が進むことによって、牧畜民族の家畜が食べるものも増え、農耕民族との争いの火種も減っていく可能性が高い。農耕民族の作物も育つようになり、飢餓が減っていくわけだ。循環が整うことで全てが回り始めたのね。この取り組みを海外からはどのように捉えられているのかしら？海外からの反応をネット上から一部抜粋したから、いくつか紹介するぜ。アフリカの人々に寄り添って、環境を整えようとする日本人の取り組みは素晴らしいものだ。このような反応は、日本人としても感無量よね。ただお金を渡すことだけが、本当の支援ではないということがわかったよ。この海外からの反応は、日本人としても胸に留めておきたいよな。確かに、具体的な活動というのは大切なことだわ。というように大山教授という日本人の活動の話をしてきたけど、驚きの連続だっただろ？本当に日本人であることを誇りに思う話だったわ。5つ目は死の時だぜ。死の時ってもはや行動関係ないわね。確かにもう時って言っているから、行動だとは思えないよな。だが、この死の時と言われる場所で、飢えに苦しむ人々のために行動した日本人がいるんだぜ。まるでスーパーヒーローみたいな話じゃないのよ。まさに死の土地に住んでいた人々からすると、彼はヒーローだったぞ。死の土地と言われたのは、モンゴルとの国境に接する中国北部の内モンゴル自治区にある、温格バイという場所だ。そこでは昔、大飢饉があり、1930年代にあった村はゴーストタウン化し、2000万人以上が難民となったんだぜ。そこに緑を蘇らせたのは、遠山誠英さんという日本人だ。また、世界に緑を蘇らせた日本人の活躍があったわけね。そうなんだぜ。遠山さんは鳥取大学名誉教授で農学者だ。アジアのノーベル賞と言われるマグサイサイ賞を受賞し、中国に生前銅像を建てられた人物なんだぜ。このように生前から中国に銅像を建てられたのは、毛沢東以来では、遠山誠英さんだけなんだぜ。もはや伝説の人物のようだわ。遠山さんが農学者となったのは、幼少期、戦時中で生活が貧しく、家族のために山菜を採る生活で、農業が一番大切だと考えるようになったためだったそうだ。猛勉強の末、京都大学農学部に入り、卒業後は同大学で助手として働いていた。そんな遠山さんに転機が訪れたのは、外務省から入った中国の土地と農業の調査研究留学という話からだった。日中戦争が一触即発という中での留学だったそうだぜ。突然の凄まじい転機が訪れたわけね。しかも、すごいタイミングだわ。その留学で彼が目にしたのは、ゴビ砂漠による影響で、農作物が取れずに中国の人々が飢餓で苦しむ惨状だった。炊き出しのおかゆ一杯のために人々は数十キロも並んだんだぜ。その2年後、日中戦争の勃発で遠山さんは、帰国命令の発令で日本へと帰ってきた。以降、1962年には農学博士を習得し、1971年に定年退職するんだ。しかし、彼は日中国交正常化した1972年に、家族を国内に残して自費で訪中すると、自らの力で温格バイの緑化に向けて活動を始めていくんだぜ。まさかの自費で、自らの力のみで始めたのね。本当に驚きだよな。当時、彼はすでに66歳だったんだぞ。そして、四国ほどもある砂漠を毎日数十キロ歩き回り、手作業で砂を掘ることで、水源を探し当てるぜ。
その後、日本で8年かけて寄付金を募り、研究結果から砂漠でも育つと知っているクズの種を約7000万粒収集して、協力者と共に再度中国へ向かった。クズの種を砂漠へせっせと植える彼らを見て、地元の中国人たちは戦争の影響もあり、反日感情から作業への妨害をしてきたそうなんだな。日中戦争後だってこともあって、人の疑いは強いわよね。ついには、遠山さんが日本のスパイだという疑惑まで出た。しかし、妨害や疑いにも負けず、砂漠で作物が育てば信じてくれると遠山さんたちは活動を続けていったんだ。しかし、頑張って植えた約3000のクズは、一晩で放牧のヤギに食べられて消えてしまったんだぜ。この状況は、さすがに胸が苦しいわ。遠山さんらはヤギにクズを食べさせないでほしいと土下座してまで頼み込んだそうだけど、願いは叶わず。そこで、クズではなくポプラの木を代替案として植樹を始めるぜ。5年間で100万本植えるという目標を掲げ、遠山さんは逆境にもめげずに果敢に進んでいった。ここで諦めないのが、やり遂げる日本人の姿なのね。水分が足りずにポプラの苗が枯れてしまった時は、保水性の高いポリマーを使用する案で打開し、約100万本の苗を植樹することに成功したんだ。しかし、ここでも不運が襲いかかる。なんと、黄河が氾濫し、ポプラの苗は流されてしまったんだぜ。さすがに黄河の氾濫後の様子を見た地元の中国人は、遠山さんの諦めない姿と心に動かされ、地元住民の手助けと共に植樹が進められたんだぜ。さすがにここまで来たら、中国の人たちも信じようって思ったわけだわ。こうして、1995年には100万本が達成され、2001年には300万本のポプラの木を植えることに成功し、音楽梅は緑の森へと変化していったんだぜ。農地も作られ、いなくなっていた人々も戻り、土地は復活を果たすことができたんだ。この功績から遠山さんには、中国から銅像が建てられたぜ。諦めない遠山さんの姿には、涙が出そうよ。遠山さんは、90歳五目淵砂漠などの緑化に取り組み、2004年の97歳に鳥取でこの世を去った。彼の功績は、今でも音楽梅の地で語り継がれ、鳥取にも遠山精鋭記念資料室がある。また、緑化の取り組みは後世にも引き継がれていて、長男の遠山正夫さんは、アフリカのザンビアで植林計画を行っているそうだぞ。まるでドキュメンタリー映画みたいな話だったわ。このような取り組みは、もっと広がっていってほしいわよ。6つ目は異常さだぜ。異常さと言われるほど日本人はヤバいの？いやいや、ちょっと語弊があるな。日本人はとんでもない民族だといった経営学の有名な人物がいるんだぜ。その名もピーター・ドラッカーだ。経営学の父ね。おお、霊夢にしてはよく知ってるな。失礼しちゃうわね、このくらい知ってるわよ。じゃあ、簡単にピーター・ドラッカー氏のことを紹介するぜ。ピーター・ファーディナンド・ドラッカーは、オーストラリア人の経営学者だ。現代経営学、または、マネジメントの発明者と言われるぞ。本人は、自分のことを社会生態学者と言っていたそうだけどな。なんだか小難しい学問の名前ね。そんな世界的に有名な経済学者のドラッカー氏が、以前、アメリカの有名番組でのインタビューで、次のようなやり取りをしていたことがある。インタビューで投げかけられた質問は、次の社会を導くのはどの民族だと思いますかだった。それに対して、ドラッカー氏が発した答えは日本人だったぜ。ドラッカー氏が説明する日本人は、怖いとさえ思えるほどの民族性があるというものだった。いや、待ってよ。日本人ってそんな特殊なの？そう思うよな。じゃあ、ドラッカー氏が日本人を次の社会を導く民族として選んだ理由を説明していくぜ。ドラッカー氏が初めて日本を訪れたのは、1930年代、関東大震災の被害が回復した頃だったそうだぜ。その頃の日本はまだ農業社会で、教育的にも混乱のあった時代だ。そして、彼が2回目に日本を訪れたのは、数十年後の1970年代頃だったんだぜ。その頃の日本は、すでに世界的にトップの先進国の一つに名を連ねていたんだ。なんだかタイムスリップしたみたいな話なのね。ドラッカー氏が感じたのは、霊夢の言うようなイメージだった。彼は次のように言っているぜ。日本社会の進歩は凄まじく、産業社会を通り越して、急速に情報化社会に突入していた。それほど、彼は日本の発展、復興の速さに驚愕したんだ。でも、歴史的に急速な発展をした国は他にもあるでしょ？アメリカのインタビューでも、ドラッカー氏は同じ質問されていたぜ。だけど、ドラッカー氏が言った答えは次のようなものだったぞ。発展にイギリスは250年、アメリカやドイツは100年かかった。しかし、日本はわずか30年ほどで成し遂げたんだ。確かにそう言われると、日本は発展のレベルが違うわけね。さらにドラッカー氏はこう続けているぜ。地球上で何度もの戦争と多大なる自然災害を経験しながら、世界のトップに上がることは不可能だ。
ここまで言われると日本人としても恐ろしく感じてきたわ。でも実際、日本は戦争で悲惨な被害を受け、その後も数々の大震災を乗り越えて発展してきたのは確かだ。大きな困難の中でも驚異的な発展を遂げてきたんだぜ。そして、ドラッガー氏は次のような発言もしているんだ。急速に変化する社会でこのような成果を上げたのは、日本人という民族が素晴らしいに他ならない。じゃあ、日本人の民族性の中で一体何がそんなにすごいのかしら？では、ドラッガー氏の話から、日本人の驚異的な能力を説明するぜ。まず一つ目は、急速に変化する国際社会への適応能力だ。日本では半導体やロボット工学などの新技術の導入など、革新、開発する能力に優れているそうなんだな。二つ目は、日本人特有のものづくり能力だぜ。日本は自動車など、様々な製品分野において世界的にも有名で高品質だと評価されているだろ。確かに日本はものづくり大国としても有名よね。三つ目は、日本人の新たな流れを作る能力だそうだ。日本人は他国と競争するだけでなく、新しいものや仕組みを作ることを得意としているとドラッガー氏は言っているんだ。言われてみれば、そんな気もしなくもないわ。そして、ドラッガー氏はインタビューを次のような発言で終えているぜ。次の国際社会をリードするのは、どこの国か？私は迷わず日本だと答えるだろう。日本が第一の国家に成長する日がすぐそこまで来ている。現代のグローバル企業の経営者たちがバイブルとする巨匠だし、今でもマネジメントといえば、ドラッガー氏以外の有名な経営学者はいない。そんな人に褒められた日本って大変じゃないの。だから、日本人は異常だと言われるんだな。実際、外国人はドラッガー氏の発言をどのように見ているのよ？じゃあ、ネット上の海外の反応をいくつか抜粋して紹介するぞ。ドラッガー氏がここまで手放しで褒めている国はない。他にないなんて、日本のこと大好きすぎるわよ。日本は我が国では欠落している部分を昔から持っているし、それは本当のことだと思っている。というように海外からも日本という国が、他国とは違うものを持っているというのは感じているんだぜ。なんだか予想以上のことを言われているからびっくりね。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれて、ありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょうだぜ。